J リーグは24日、FC 東京の FW レアンドロに対して、3試合出場停止と、罰金30万円の処分を科したことを表した。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、レアンドロは22日に行われた2021明治、安田生命 J1 リーグ第32節、名古屋グランパス戦で、相手選手に対して非打ちを見舞った。VAR で確認した上で、レアンドロは退場が命じられている。J リーグは審議の決、3試合の出場停止とした。過剰な力を用いて、右で顔付近を打った行為は、相手競技者の選手、命を脅かしかねない非常に危険な行為だと、で、2試合の出場停止に。さらに、過去にも、同様のためを犯したことがあるため、同種の違反行為、重ねていると考えられるため、さらに1試合の罰停止と、罰金処分を科すことに決定したと明かしている。レアンドロは25日の浦和レッズ戦、加えて、10月2日の川崎フロンターレ戦、同23日の鹿アントラーズ戦で、出場停止となる。両。